30番キャプテンの古野拓実、そして34番ベンジャミン・ローソンという5人をスターティングファイブに据えてきました。12番神竹隼人、現在リーグ8位のスリーポイントの成功率を誇るシューターです。ジョーダン・ハミルトンと24番バーレルがやり合っています。そのバーレルにバウンドパス、フックシュートは決まります。仙台も最初の得点。第1クォーター最初の5分、ここは25番のジョーダン・ハミルトン、 LJ ピーク左に展開。ジョーダン・ハミルトン、まだ持っています。おっと、これはここに激しくいく24番の佐々木です。片岡ワンフェイクから中に入っていく、これは難しい体勢から決めてみせました片岡です。5点迫りました。今日の達成はあるでしょうか。そして仙台片岡ワンフェイクを入れて、このミドルのポジション、ただオフェンスリバウンド仙台、メインセとピークがやり合います。バスケットカウント、ボーナスパーショット、仙台のオフェンス4点を追います。うまいパス回しから上里なごむのスリーポイント、スリーポイントはフルノ、リバウンドは上里。さあ一気に逆転となるか仙台。15番渡辺から再び上里のスリーが来た。デビン・オリバーのダンクショット。25番のジョーダン・ハミルトン、ディープ気味のスリーが来た。これで同点です。75番上里、91番片岡、24番ジャスティン・バーレル、ダンクショット、最後はバーレルのダンクショット。上里からバーレル、そして神里が行く。75番神里、ポゼッションは変わって熊本、この流れをつかみたい。佐々木が一気に行く、これで3点差。ハミルトン、メインセが壁になる、リバウンド仙台が取った。ここで試合終了のブザーです。